前のバスの停留所で下車いたしました。今から大正池方面を回ってかっぱ橋まで歩いていきたいと思います。大正池を後にしてかっぱ橋までハイキングしていきたいと思います。上高地に来たのは実はもう3回目なんですが、いかんせん、過去来たのがねもう何十年も昔でして、昔はさっき乗っていたバスがですね、多分大正池が最後だったような記憶もあります。でも昔はね、なんだろう、昔はこんな、なんて綺麗な遊歩道がなかったですねなんかすごい砂利みたいなところを歩いた記憶があります。忘れてんのかな。めちゃ綺麗でございます。この綺麗だなが伝わってくれるといいんだけど、それではいよいよ上高地のメインディッシュでありますかっぱ橋へ向かっていきたいと思います。奥にバスターミナルが見えてます。対岸の向こうにバスターミナルが見えております。かっぱ橋が見えてまいりました。一旦かっぱ橋でございます。かっぱ橋から見たあずさ川です。もうめちゃめちゃ水が綺麗でエメラルドグリーンです。先ほどは橋の向こうにいて、今こっちに渡ってきました。左を向くと向こうにバスターミナルがあります。バスターミナルからこう来たらここにかっぱ橋があります。そのままずっとこう、今度は川を左手に見ながら、今度は明神というところまで約1時間ぐらいかけて歩いて行ってみたいと思います。はい、朝ちょっと雲がかかっていましたが、今少しもやが晴れかかっております。やった綺麗だぞ。さあ、このかっぱ橋から先はやっぱり一般の観光客の
方はあまりいらっしゃらない。前を歩いている方も今から多分おそらく槍ヶ岳か唐沢カールに向かわれるんじゃないかなと思うような登山の格好です。ハイキングではありません。登山の格好をした方が、ここから先は多いです。そしてここはキャンプ場になっているようです。それでは明神まで 2.7 キロ、徳沢まで 6.2 キロ、行ってみたいと思います。ただいまの時刻は9時40分ぐらい。9時、見えるかな？はい、9時40分ぐらいです。目の前に、明神館が見えてまいりました。やった、明神に到着した。ここまではまあまあ平坦で、緩やかな上り、緩やかな下りで来ることができます。ですが、どう見ても私のこういう普段着で来てる人はあまりいません。全員トレッキングの格好をしておりますジーパンにサマーセーターで来ておりますはい、明神館に到着いたしました。やったー、明神館でございます。はい、それでは五鷹神社の奥の宮でいいでしょうかね、明神池を見に行きたいと思います。しかしねあの本当に私カバンもこの小田原で買った小西薬局さんで買ったこれに GoPro セットを入れてあと普通のバッグなんですよ。ザックでもなくて、ウエストポーチなどでもなくて、スポーツするような格好ではありません。近くのスーパーに買い物行くような格好でございます下界では普通の格好の私も不審者でございます。不審者でございます。明神橋でございます。めちゃ綺麗。釣り橋なのでちょっと揺れますと呼べております。私の応援のせいかもしれませんが揺れております。橋を渡って左に明神です。明神一の木でございます。
は明神一の池、明神二の池で明神池でございます。それでは穂高神社を後にして、今からどこだったっけ、何だったっけ忘れちゃった横ちょっと待って、どこやったっけはいはい、徳沢だ、そうそう徳沢はい、それでは明神を後にして今から徳沢に向かいたいと思います。徳沢へは先ほどの明神館まで戻って、また、奥へ行きたいと思います。今明神館を出ました。ただいまの時刻は、10時33分でございます。3.41時間、11時半に着ければいいな、12時までに着きたいと思います。それでは明神までよりかはややハイキングらしい上り下りのある道を徳沢まで行きたいと思います。それでは次は徳沢でお会いしましょう。はい、徳沢へやってまいりました。時刻は11時17分でございます。ちょっとここで休憩をしようかなと思います。そしてここの徳沢ロッジの名物といえばソフトクリームだということなのでソフトクリーム食べようじゃありませんか。食券番号534番535番でお待ちのお客様、はい、こんにちは、どうぞ。ありがとう。ソフトクリームちょうだい。ソフトクリームですよ。はい、コーヒーソフトをゲットいたしました。コーヒーにソフトクリームが入ってます。はい、コーヒーにソフトクリームが入っていてシナモンがかかっていて500円です。それでは徳沢名物のソフトクリームいただきたいと思います。では私がアイスクリームを食べている間、皆様には穂高の山をご覧いただきましょう。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。もしここの徳沢園に来られたらこのソフトクリームぜひ食べてみてください。めちゃめちゃ美味しかったです。もう疲れた体には最高でございました。なおこのコーヒーソフトの方はコーヒーにはシロップが入っていない、ブラックのアイスコーヒーにソフトクリームが乗っていて、また来たいと思います。次はいつか槍ヶ岳に登るときにここへ、槍ヶ岳か唐沢カールに行くときにここへまた来たいと思います。
徳沢園さんありがとうございました。また必ず来ます。待ってろー、やりがたけー。ただいま1時27分1時27分にかっぱ橋に戻ってまいりました。だいたい徳沢から1時間半ぐらいかけてかっぱ橋に帰ってまいりました。観光客の方がたくさんいらっしゃって賑わっております。今日は沢ンド駐車場からバスに乗って大正池経由かっぱ橋、明神、小高神社、徳沢、そしてソフトクリームを食べて戻ってきたという一日でございました。いかがだったでしょうか。皆様が観光地に来る時の何か参考になっているといいんですが、今回はちょっとグルメとかそういうのがもう全くなかったので、そこはもう皆さんのお好きなお店に行って好きなものを食べてください。お願いします。はい、観光地バスターミナルにやってまいりました。かっぱ橋から2分くらいです。本日のお宿、プレモンドホテルさんへチェックインいたしました。